坂本龍馬、混迷を極めた幕末維新において、すぐ大天の敵同士薩摩藩と長州藩の手を組ませ、日本初のカンパニーを設立、幕府に政権を返上させた幕末の英雄、歴史上の好きな偉人に必ず顔を見せるこの男の活躍が小説などによって誇張された嘘だとしたら、あなたは信じますか？歴史に関する事件や人物などをご紹介しているこのチャンネル、皆さんこんばんは。日本の結婚できない男性は340万人いるそうです。その中の一人、ゴン吉です。どうりで結婚できないはずだ。今回はみんな大好き坂本龍馬の話でございます。いやー、どうですか、嫌いな人いますか？坂本龍馬、考えられないくらいモテすぎて剣術道場の娘と恋仲って羨ましい。めちゃくちゃ強くて剣の達人、しかも生涯誰も切らなかった。先進的柔軟な考え方で剣炎の中の薩長に手を組ませるなんて素晴らしい。非の打ちどころがありませんよね。あまりの人気のために研究者もなかなか手が出しにくかった。悪く言ったりするとすげえ叩かれるんじゃないかって、実は私も今回の動画はちょっと怖い。アンチコメントがたくさん来るんじゃないかってビビってるけど、しかし近年龍馬の一次資料の研究がなされて、戦中八策はなかったという本も出版されているそうです。かくいう私も龍馬が好きですが、しかし本当のところはどうなの、真実が知りたい。そして出会ったのがこの本、新説坂本龍馬町田昭弘著、参考文献はこちらになります。歴史に詳しい方にも、あまり歴史は詳しくないという方にも分かりやすく動画を作ったつもりですが、まだまだ至らない点が多々あるかと思いますが、ぜひ最後まで楽しんで見ていただけたら嬉しいです。ひょっとしたらがっかりする部分も出てくるかもしれませんが、恐れてはいけません。僕らはただ真実が知りたいんだ。それでは新説坂本龍馬をご紹介していきましょう。誕生日から嘘。さて早速解説してまいりたいと思うのですが、龍馬の通説をご存知の方も多いと思いますので、大部分は簡潔に話していこうと思います。ご了承ください。坂本龍馬、1835年天保6年11月15日生まれ、そして1867年慶応3年11月15日に暗殺されたとされております。暗殺された日は間違いありませんが、実は誕生日には諸説ありまして、本当に殺された日が誕生日だったのかは曖昧なんですね。実のところ幼少期の資料は十分な資料が残されていないのですが、まず家族構成、父八平、土佐豪氏三代目、母は皇ですが、龍馬12歳の時、1846年弘化3年に亡くなっております。後に5歳で伊予という女性が入っております。長兄権平、龍馬より21歳も年上です。長女千鶴、こちらも19歳年上ですね。随分年が離れてますよね。次女エイは生没年が不詳です。三女トメ、こちらは有名な乙女姉さんですね。3歳年上です。そして次男龍馬という家族構成ですね。また土佐藩には身分階級がありまして、上司その下に白札、さらに下に下士となっており、下士も豪士、家地、足軽に分類されます。龍馬は豪士という身分なんですね。坂本家は祭壇屋という商家の分家で、当時売買可能だった新規豪士株を取得して豪士となりました。分家の際に多額の財産を分与されており、坂本家は裕福で、龍馬は広大な敷地の家のお坊ちゃんだったということなんですね。1848年嘉永元年、龍馬14歳、ひねの弁治の道場に入門し、熱心に剣術の稽古に打ち込みます。小栗流柔ら兵法こと目録を習得していますが、若い頃から強かったんでしょうね。5年後の1853年、嘉永6年3月、龍馬19歳にして江戸剣術修行に行くことを許され、自費で遊学します。4月から5月頃に江戸に到着し、江戸の三大道場の一つ、北辰一刀流開祖千葉周作の弟の
千葉定吉の桶町千葉道場に入門したとされております。ちなみに龍馬は千葉道場で免許皆伝だったのかは長年証明するものが発見されず論争が起こっていたんですが、2015年10月14日に関連書物が見つかりまして、免許皆伝の腕前が事実であったことが証明されるんですね。このニュースは私も見ましたけど、そんなことまで本当かどうかわからなかったなんて逆にびっくりしたのを覚えております。ペリー来航。同じく1853年嘉永6年6月3日、ペリーが浦賀沖に来航。これにより日本中が大騒ぎになっていくんですね。ペリーは日本に開港を求めてきたわけですが、この時の龍馬の行動は記録にはありません。臨時召集されたかもしれませんね。そして翌年1854年嘉永7年6月23日、龍馬は土佐に帰還しています。ペリー来航で慌ただしく過ぎた感がありますね。目的の剣術修行はちゃんとできたのか疑わしい感じがしますね。アメリカとの条約。その後1854年嘉永7年3月3日、日米和親条約が締結されます。内容はこちら、下田と函館の開港、浸水、食料など必要な物資の供給、漂流民の救助と保護、アメリカへの最恵国待遇などが取り決められましたが、この時の最大のポイントは開国ではなく通商を回避して和親に留めたことにあるんですね。なんで通商を回避したことがある程度の成果なのでしょうか。以前私の動画でも言いましたが、徳川幕府を滅ぼしたのは〇〇だった、この動画ですね。当時日本は朱子学が奨励されており、朱子学では商売を卑しい人間のやることと教えていたため、商売を嫌う傾向にあったんですね。なので通商しましょうって言ってくる外国人は卑しい奴らに見えていたということだったんです。1858年安政5年4月23日、井伊直弼が突如として大老に就任します。アメリカとの通商条約に関して積極的開国論を唱える人たちの意見を抑えて、あくまで大名の意見調整を踏まえ、天皇から許しを得る勅許獲得に固執しました。つまりこの人は慎重派だったんですね。しかし6月19日、積極的開国論者岩瀬忠成の判断で通商条約調印に持ち込まれてしまいます。井伊直弼が開国を主導したと現代の教科書では書かれていますが、これは事実ではありません。外国嫌いの孝明天皇の許しもなく通商条約に勝手に調印したから、いい大老からすれば何してくれてんねんってことですよね。慎重にことを運んでいたのに世間から恨まれ、かわいそうな人だったんですね。母語の密勅。通商条約を勝手に調印したことでさらに混乱は続きます。同年1858年安政5年8月8日、水戸藩に勅状が下賜され、諸藩にもそれは内密にもたらされました。幕府が天皇の許しもなく通商条約に調印したことを強く非難したのです。そして御三家及び諸藩には幕府に協力して公武合体の身を挙げること。公武合体とは、公は朝廷、武は幕府と諸藩、両者を合体、再編強化を図ることを言います。さらに幕府には攘夷推進の幕政改革を成し遂げることを命令しました。なぜ水戸藩に密かにそんなことを言うんですかね。しかも政治は幕府に任せてるはずなのに天皇が皆に指示を出してますよね。この伝達方法も内容も幕府の面目丸つぶれにしてしまったんですね。実はこの密勅は水戸藩による朝廷工作によって下賜されており、大老井伊直弼は将軍継嗣問題で対立していた前水戸藩主徳川斉昭が黒幕だと睨んで処罰するため徹底的な捜査を命じるのでした。実は将軍継嗣問題で一橋慶喜派と紀州藩主徳川義富の南紀派が形成されていたのですが、井伊直弼は家持ちを内々に継嗣にすると決定してしまっていたんですね。これは一橋派の人たちは面白くありませんよね。一橋慶喜は水戸藩の人なので、その父の徳川斉昭が密勅の黒幕だと大老井伊直弼は考えたのでしょう。
これが安政の大獄の勃発になります。結局斉昭の関与は証明できなかったものの、捜査範囲は広がり続け、未曽有の大弾圧事件に発展、処罰者は100人を超えてしまいます。そんなことがあったため、1860年安政7年3月3日、桜田門外の変で井伊泰郎が暗殺されてしまいます。またしても幕府の権威は失墜してしまうのでした。偉い人が簡単に殺されたら政治なんてできませんよね。二度目の剣術修行。話を龍馬に戻します。龍馬が土佐に帰還した翌年、1855年安政2年12月、父八平が59歳で亡くなります。この時龍馬22歳、数日間泣き続け食事もしなかったとのエピソードが残ります。しかし翌年の1856年安政3年8月19日、龍馬再び江戸に武者修行に旅立つのです。北辰一刀流千葉定吉道場へ再び通い始め、1857年安政4年に塾頭になったということですね。後に龍馬の盟友となる桂小五郎、後の木戸孝允ですが、新道無念流斎藤道場で腕を磨いておりました。この両者が土佐藩主山内陽道の上覧試合で対戦し、龍馬が勝ったとする複数の資料の存在が確認されているのですが、しかしそれらの資料は開催日に龍馬が江戸に不在であったり、桂の名前が当時使用していない木戸純一であるなど、いずれも偽証とされてきました。ところが2017年10月の新聞各紙で、両者が安政4年3月1日梶橋の土佐藩上屋敷で催された剣術大会で対戦し、2対3で龍馬が敗れたと記録する資料が前橋市の群馬県立文書館に保管されていると報道されたということなんですね。資料は各剣士の出身や流派も正確に記されており、一部は別の資料に残る後日の足取りとも矛盾がないとのことで、画然信憑性が高いものだと言える資料で、龍馬が勝ったとされるのは龍馬伝説の一環としての創作であった可能性が高いということのようです。しかしこの時点で龍馬と桂に面識があったという証明にもなりますし、この事実は大きいですよね。江戸の婚約者。1858年安政5年1月、龍馬北辰一刀流薙刀兵法目録授与されるのですが、その目録には千葉さなの署名も確認できます。知っている方も多いことでしょう。龍馬の恋人だと言われている女性です。千葉さなを簡潔にご紹介しますと、千葉定吉の次女、北辰一刀流木立免許改伝の腕前、薙刀師範、龍馬より3歳年下。龍馬とさなは安政5年頃に婚約したとも言われており、恋仲であったことは間違いないでしょう。ちなみにさなは1856年安政3年19歳の時に宇和島藩伊達家の姫の剣術師範に請われ、伊達屋敷に通うことになります。その際、後の9代藩主となる伊達宗則との試合で勝利し、宗則の養父で当時の藩主伊達宗成は、さなは養殖も両五殿中第一にてと言っています。女ったらしの宗成から見ても、さなは2か所ある伊達家の江戸屋敷に出入りする女性の中でその美貌は随一であると評しているんですね。千葉の鬼小町、小千葉小町と称されるほどの美人さなですが、一途なさなは龍馬を待ち続け、死の知らせを受けた後も龍馬を慕い続け、一生を独身で過ごしたというのが通説でよく知られています。しかし元鳥取藩士山口菊次郎と1874年明治7年に結婚したとする明治時代の新聞記事が2010年に発見されたのです。これはなんていうかちょっとショックじゃありませんか。サナの墓石には坂本龍馬室とまで彫られているそうですが、まあ、ちなみに室というのは龍馬の妻という意味ですけれども、なんで室って入れたんですかね。千葉家と鳥取藩池田家とは交流があるため信憑性は高いということで、しかしサナは数年で離婚、その後は独身で過ごしたとされております。
まあ一回結婚してあかんかったらもうええわって思うのかもしれませんね。はい、申し訳ございません。次行ってみましょう。土佐勤王党。1861年文久元年8月、江戸において武市半平太を中心に土佐勤王党が結成されます。老公山内陽道の意志を継ぐことを念頭に、朝廷のために命を惜しまず攘夷と国事に邁進する尊王攘夷思想の集団で、土佐藩士198名が結盟しました。結盟って結伴を押したりして固く誓うことなんですが、剣術修行から帰っていた龍馬も9番目に署名しています。なんだ9番目かと思うかもしれませんが、在藩の藩士としてはトップだったということですね。ちなみに尊王も勤王も天皇を敬うという意味で、攘夷とは外国人を排除する思想のことです。難しい言葉が時々出てきますね。待ってください、難しい言葉は嫌いでも権力チャンネルは嫌いにならないでください。はい、そういうことでございます。次行きましょう。1862年文久2年4月、武市の命令を受けた3人の刺客が三成吉田東洋を暗殺。東洋一派を退けて反論を一変させて活躍するのですが、翌年1863年文久3年から三成吉田東洋暗殺に遺恨を残していた山内陽道による勤王党弾圧が始まり、9月に武市は投獄されてしまいます。在獄1年半余りの後に切腹を命じられてしまうんですね。武市享年37歳でした。薩長の動き。1862年文久2年4月、母語の密直に応える形で長州藩と薩摩藩が動き出します。孔明天皇は何て言ってましたっけ。公武合体を進めて外国人を追い払うために幕府の政治を改革しろって言ってましたよね。長州藩は孔明天皇の気持ちを最優先して早く攘夷を藩の方針にし、薩摩藩主の父島津久光は兵を率いて上京し国政を牽引しようとします。久光は天皇の勅使とともに江戸に乗り込み、幕府に一橋慶喜を将軍後見人にして松平春嶽を政治総裁に登用させましたが、自身は幕政への参画はできませんでした。そもそも江戸幕府は外様大名に国高は与えても幕政には参加させない方針なんですね。幕政に参加させる大名には逆に国高をあまり与えないことでバランスをとってきたんです。その両方を手に入れようとする久光の思惑は幕府からすればやばい考え方だったわけですから、当然冷ややかな対応になってしまったということだったのです。生麦事件。1862年文久2年8月、幕政に参画できなかった久光は江戸からの帰りに生麦というところでイギリス人を惨殺してしまう事件を起こしてしまいます。久光自身が殺害を命令したわけでもなく、藩士のとっさの判断で起こった偶発的な事件なのですが、これが原因で翌年薩摩藩とイギリスが戦争になってしまうんですね。この戦いで薩摩の死者は5名程度だったのですが、多くの家屋が焼かれ海軍も全滅状態になってしまいます。そのため軍艦を5隻買うのですが、圧倒的に乗組員が不足状態なので人員を確保しなくてはならなくなり、そこに龍馬たちが必要になるというニーズが発生してくるんですね。あ、それはもうちょっと後の話になります。いやー、それにしても久光さん運が悪かったですよね。幕政に参画できないわ、帰りに事故っちゃうわ、戦争になるわ、でも久光さんって賢い人だと思うんですよ。この後の動きとか見ててもそう感じます。それに軍艦5隻買うってすごい薩摩藩お金持ってますよね。前の動画でも言いましたが、薩摩藩は沖縄で貿易してたから経済力が強かったんです。龍馬脱藩。さて、話を龍馬に戻しましょう。1862年文久2年1月14日、龍馬は武市半平太の書簡を持って長州藩の久坂玄瑞を訪ねます。返書をもらってから島津久光の卒兵上京前の京都を視察し、
3月1日、土佐に帰って武市に報告していますが、同年、1862年、文久2年3月24日に、龍馬は脱藩しています。なぜ龍馬は脱藩したのか、久坂玄瑞の編書に書かれていた内容から察すると、かなり影響を受けたことが伺えます。諸侯も公家も頼むに足らず、草莽の志士が窮乏さえすれば天下を動かせる。さらに国家のためになるのであれば薩摩藩も長州藩も滅亡してもよいと。さらに薩摩の動向も伝えて、薩摩、長州、土佐の三藩が改名して朝廷のために尽力することを提案しているものだったのです。久坂はこの時点で薩長との連合を唱えていたんですね。しかし武市の土佐勤王党はあくまで山内陽道の意思を継ぐことを念頭にしていましたよね。藩を動かして攘夷を行おうとする武市の考え方よりも、藩なんかどうだっていい、天皇のために志ある者が集まって政治を動かすんだという考え方の方が現代人の私たちにはシンプルに聞こえるのは当然ですけれども、当時の考え方としては過激だったはずです。それが龍馬には響いてしまったのでしょう。さらに島津久光の卒兵状況を義挙だと久坂が思い込んでいました。そんな彼の話を聞いた龍馬が、自分も義挙に加わりたいと思った可能性が高いのです。久光の卒兵状況が世の中に与えた影響は強すぎますよね。基本的に天皇は政治を征夷大将軍に委任しているはずなのですが、母語の密勅で天皇が政治に介入し始めたので、幕府を倒して王政復興をするんだ、これは義挙なんだな、よし俺もって思ったら、久光は幕政に参画することが目的だったので、京都に集まっていた朝廷を尊ぶ尊王志士たちは朝廷からもヤバい奴らだみたいな扱いをされて、島津久光に弾圧され抑え込まれてしまう寺田屋事件が発生してしまうんですね。倒幕の時代はまだもう少し先だったのです。脱藩は重罪だったのか。脱藩後の龍馬の足取りは不明な点が多いのですが、少なくとも寺田屋事件の段階で京都周辺にいた形跡はなく、義挙には間に合わなかったみたいですね。分かっていることを何点か挙げると、1862年文久2年8月、龍馬は千葉道場に寄宿を始め、千葉さなと再会を果たしました。同年1862年9月30日、京都に登り、久坂玄瑞や土佐藩士福岡高親と会談、薩長とによる御神兵の設置を論じ、11月12日には江戸で武市を訪ね、居合わせた久坂、高杉晋作と一緒に万年屋で酒を飲んでいます。あれ、龍馬は脱藩した後も土佐藩士と会ってますよね。例えば吉田松陰は脱藩の罪で史跡剥奪、正禄没収されています。ですが土佐の板垣大助は脱藩したものの山内陽道に面会し罪に問われていません。他にも同様のケースが見られますが、どうやら重罪に問われるのは当主や跡取りに限られ、次男以下は形式的な軽微な罪で済んだというのが実情のようです。龍馬もその後2度も脱藩の罪を許されています。堀に常に追われるとかイメージがありますが、そういうことでもなさそうですね。薩摩藩に囲われる。その後龍馬は勝海舟と出会い門人となります。1864年元治元年5月、神戸海軍総連所が設立され、勝の門人として龍馬、近藤長次郎らが所属することになりますが、開所からわずか5ヶ月後の10月22日、勝は江戸に帰るように命じられます。翌年1865年慶応元年3月18日に閉所となってしまうんですね。禁門の変、池田屋事件に勝の弟子たちが関与したことが問題になってしまったためでした。龍馬たちは最大の庇護者を失ってしまったのですが、それを拾ってくれたのが薩摩藩だったのです。薩摩藩小松立脇の書簡、大久保利通宛て11月26日付によりますと、神戸の勝塾にいた土佐藩脱藩浪士グループが外国船を借用して航海する計画があり、坂本龍馬という人物が江戸に下って脱藩したところ、上首里に行った様子である。その船に乗り込もうとしている高松太郎などの脱藩浪士らは国元からの規範命令に従い
違反すれば殺されかねないとして船に乗り込むまでの保護を求めてきた。これを利用し彼らをいずれ薩摩藩の海軍に役立てようと考え、その旨西郷などとも相談の上大阪屋敷に潜伏させていると大久保利通に書き送っています。これ以降このグループが薩摩藩に囲い込まれたことは想像に難くないですよね。結局外国船借用の計画はうまくいかず、龍馬らグループは薩摩藩に士官船員として期待されて軍艦で薩摩に向かうのでした。不具大天の敵。一方過激な攘夷行動に走る長州藩は京都の中央政局を牛耳っていましたが、8月18日の政変、薩摩藩士が画策して長州藩を失脚させる。池田屋事件、新選組が尊王志士を襲撃。金門の変、薩摩が主力で長州軍を撃退する。これらの事件で長州は薩摩と不具大天の敵になってしまいます。長州藩失脚後中央政局に躍り出た島津久光でしたが、しかし結局久光も朝廷に嫌われてしまい、朝廷と幕府がまた蜜月を迎えるという、結局元さえですかという状況になってしまいます。朝廷と幕府は反抗的な長州藩を征伐することを宣言し、第一次長州征伐が起こりますが、長州が三家老と四三坊の私財を実行することで征伐は中止となります。しかしこの時から島津久光の方針が変わるのです。長州が征伐された後に矛先が薩摩に向くことへの警戒心から、久光は国元で割拠する方針を取ったのでした。薩摩藩士坂本龍馬、久光の方針転換で薩摩は長州と手を組むことを模索し、誰かを長州探索に向かわせることになります。その人選に龍馬が選ばれたのです。武市半平太の使いで長州に行ったこともあり、長州藩士とも交流がある。小松と西郷が自分たちと行動を共にする間に龍馬に政治的終戦を任せることが可能だと判断したのでしょう。小松立脇は龍馬に対し、薩摩が攻幕体制を取るにあたって長州藩をパートナーにする意思があることを申し含めた上で長州藩へ情報探索に派遣しました。その際には島津久光の了解があったことは言うまでもなく、久光に対する報告が求められました。薩摩藩に仲間と共に庇護されている龍馬が薩摩藩からの要請を了解することは至極当然でしょう。龍馬が薩長融和に尽力するのは本人の意思の有無に関わらず、薩摩藩の意向に沿った終戦活動に他なりません。1865年慶応元年5月16日、付き添いの薩摩藩士と共に薩摩を出発しています。ここに薩摩藩士坂本龍馬としての活躍がスタートするのです。ちなみに龍馬との連絡係は西郷隆盛でした。龍馬の兄坂本権平宛の手紙、1866年慶応2年12月4日付の手紙には、龍馬宛の手紙は薩摩藩長崎貴役の川南二郎右衛門宛に手紙を出すように伝えています。川南に届いた手紙は基本的には西郷と共にいると思われる龍馬の元に転送されるようになっておりました。小説とかでは絶対に手を組むことなどありえないと描かれていた薩摩と長州を龍馬が手を組ませたと描かれていますが、事実は逆でした。薩摩藩による船員確保で庇護され、久光の方針転換による藩からの命令で龍馬が動いていたということが実情だったということだったのです。西郷隆盛すっぽかし事件。薩長同盟の直前に木戸孝允と西郷隆盛が会う約束をしていながら、西郷がそれをすっぽかし、龍馬が怒って西郷を叱るという場面が漫画大井龍馬でありましたが、あれは本当なんでしょうか。1865年慶応元年5月、第二次長州征伐のために江戸から将軍が進発した頃、京都から薩摩に戻る薩摩戦の中で土佐脱藩浪士中岡慎太郎と同じく土佐の土方楠左衛門が薩摩藩士に木戸孝允と西郷隆盛の面談を提案したことに端を発します。4月30日に下関で
中岡と木戸が会談した際に、薩長優和に対する木戸の反応はまんざらでもなかったらしく、西郷が10日前後で到着するので、面談してこれまでの敬意を超えて国家のため、薩長優和のため尽力してほしいと、土方楠左衛門が木戸に強く主張し、木戸と楠左衛門の面会は3日連続に及んだというから、木戸が乗り気だったことが伺えます。しかし、中岡たちが提案した薩摩藩士には決定権はなく、この船旅は薩摩に戻って小松西郷らに状況を促すためのものだったため、この件を小松西郷に薩摩藩士が伝えていなかった可能性があります。事実、5月5日に龍馬は土方楠左衛門と会っていますが、同日に書かれた龍馬の書簡渋谷彦助宛て5月5日付には西郷来館について一切触れていません。大久保利通から西郷隆盛への書簡による懇声に応えたという通説も根拠がなく、そもそもこの書簡の存在自体が発見されていないのです。なので西郷は当初の要請に従って下関を素通りして京都に向かったということだったんですね。ちょっとその気にさせられた木戸孝允は気の毒な気もしますが、電話もない当時のことです。仕方ないレベルの話だったようです。龍馬の武器調達。1862年文久2年7月以降、幕府は軍艦の購入について諸藩の購入を許可していますが、神奈川奉行、長崎奉行、函館奉行経由による注文でないと買えませんでした。1863年文久3年7月以降は武器の購入も事前の届け出がないと買えなくなります。1865年慶応元年うる5月21日中岡慎太郎が来館し、西郷隆盛が京都に直行したとの知らせが長州藩にもたらされます。西郷が来なかったことは仕方ないとして、木戸孝允は何とか武器の調達を図るべく薩摩藩の名義貸しに期待をかけ、龍馬と中岡にその斡旋を依頼しました。武器の斡旋は龍馬から言い出したという通説と違って、木戸が龍馬に依頼したのでした。名義借りに成功した場合、龍馬が下関に戻ると言い残して、龍馬と中岡は5月29日下関を出発、京都に向かいます。通説では龍馬は名義貸しの承諾を得るために上京し、その終戦は成功したとされていますが、龍馬には長州探索の報告を西郷にする義務がありました。なので西郷に会うのはいいのですが、武器購入の名義貸しという高度な政治判断ができる人は薩摩藩では久光以外では小松しかいません。この時の西郷は大番頭、役領高180石の身分で、明確な回答ができないことは明らかです。龍馬が次に下関に向かうのは9月下旬のことで、結果的に龍馬は十分な終戦ができたとは考えがたく、どの程度名義狩りの生産があったのか、当初から本腰を入れて終戦する意思があったのか、疑問が残ります。名義狩りに成功したのは誰だ。龍馬に依頼した武器購入のための終戦状況が不確定のままなので、木戸は武器購入に尽力させるため井上薫と伊藤博文を長崎に派遣します。木戸の焦りが感じられますね。1865年慶応元年7月21日、井上と伊藤は長崎で薩摩藩小松との会見を実現させています。薩摩藩筆頭家老で久光の唯一の名代的存在の小松が長崎に滞在していたこと自体、二人にとって驚くべき行幸と言えるでしょう。さらに井上らが武器購入に関して名義狩りの件を小松に願い出たところ、思いのほかあっけなく小松は了解したのです。軍艦購入に関しても意外に小松は同意しました。小松は、長州藩への支持は薩摩藩のためでもあり、幕府の権威などには見向きもせず、どのような尽力でもすると約束しました。幕府の権威を忌避するような態度を小松が全く見せず、さらに今後も力の及ぶ限り長州藩のために尽力する旨小松が明言したと伊藤は藩政府に伝えました。よほど良き人物と褒めより申し候と伊藤は評しており、極めて高い信頼と評価をしています。この7月21日の
小松井上伊藤会談は現実的な薩長融和に向けたスタート地点と位置づけられ、極めて重要な会談だったのです。あれれれれ、武器の購入に龍馬あんまり役に立ってないですよね。まあ何とも言い切れないけど、思ったほどではありませんね。この段階で同盟できちゃうんじゃないのって思うくらい融和してますもんね、薩長。大丈夫？薩長同盟って龍馬が終戦したっていう話は一体どうなの？本当なの？そのあたりも含めて今後紐解いていきましょう。薩長の融和。長州藩では薩摩の名義借りにより武器が購入できたことで、大村益次郎は召集入手が薩長融和に向けたまたとない機会と捉え、武器も手に入り一石二鳥であると木戸に喜びを伝えました。藩主毛利高近広厚親子は島津久光持久親子に9月8日に令状を送付しています。その中で薩摩藩が勤王にことさら邁進する様子を井上から伺い、この間のわだかまりはすべて評価して勤務していると最大限の賛辞を送っています。またさらに9月9日には長州藩では他国船入港の取り締まりは厳重にするように沙汰しているが、薩摩藩とは取り決めができたため、薩摩藩所有の軍艦商船が入港した際は万事手厚く取り扱い、浸水その他欠乏品の購入希望があった場合は売り渡すようにとの達しが出され、長州藩からも関係改善を持ちかけており、薩長両藩のトップレベルが融和促進を期としていたことは間違いないでしょう。さて、いよいよ薩長同盟の真相に触れていきたいと思うのですが、ここで皆さんに権吉からお願いがございます。ここまで見ていただいた権暦ファンの皆さんならもう察しはついてるんじゃないかと思いますが、少しでも面白いとか楽しいとか興味深いなって感じていただけたなら、ぜひ高評価お願いします。高評価押してください。ありがとうございます。ありがとうございます。これで頑張って動画また作れます。ありがとう。よろしくお願いします。ありがとう。薩長同盟の真相。1866年慶応2年1月8日、長州藩木戸孝義は薩摩藩黒田清隆に先導されて入京します。黒田は藩の命令系統から逸脱し、単独で長州藩に潜入して木戸を上京させました。薩摩藩にとって木戸の上京は唐突なことで、対応に苦慮したことでしょう。当時前年に起こった第一次長州征伐で長州は三家老を切腹させて集結していましたが、幕府はさらに長州藩を処断しようとしていたのです。それに従わなければ再び長州再征伐が行われるという状況で、木戸は長州再征の阻止に向けた薩摩藩の終戦に満足しておらず、長州藩主親子が剥奪された官位の復旧、長州藩復権への終戦が行われていないことに不満を漏らし、薩摩藩に対してさらなる尽力を強硬に迫ったのでした。確かに薩摩藩は長州再征に異議を唱えていましたが、何らかの形で長州藩を処分することについては必ずしも不同意ではありませんでした。あくまで三家老の切腹は軍隊を解散するための口実であって、むしろ何らかの処分は当然であると考えていたんですね。ただしその処分内容についてはなるべく穏便なもので、長州藩が妥協できることが前提でした。なんだかこのまま劇的に同盟かと思いきや、何やら雲行きが怪しいですね。長州征伐後、確かに薩摩藩は幕府から距離を置いて将来の戦闘に備えるという攻幕志向を明確にしていました。そのためには西国の夕藩の一角を占める長州藩の存在が必須ではあるものの、しかし幕府の薩摩藩に対する強い嫌疑の中で、これ以上関係を悪化させてまでも長州藩にすり寄る必要など全くなかったのです。さらに薩摩藩は幕府は長州再征を行う部位を失っており、現実問題として
武力衝突を本心では望んでいないと踏んでいたんですね。1月11日、黒田清隆が家老の一人であった桂久武を訪問し、軌道を上京させた事情を詳細に説明しました。翌12日、今度は小松が西郷を同伴して桂久武を訪れます。3人で木戸にどのような話をするか相談してたんですね。1月14日、桂久武は小松邸でようやく木戸と対面し、小松を交えて国事について話し合い始めました。ここで決めた取り決めの最終判断は、島津久光に報告した時に同意が得られるかがポイントなのですが、久光がどう判断するかなぁなんて考えながら話したんでしょうね。そしてどうやら木戸の意向に沿う方針でこの場は決定しました。そして1月18日午後2時頃、薩摩藩からは小松、桂久武、島津伊勢の三家老、西郷、大久保利通、吉井友真、奈良原茂の四要職、合わせて7人の薩摩藩の重役が居並ぶ中で、孤軍奮闘する木戸の心情は想像できますか？すごいプレッシャーですよね。ここで薩摩藩は長州藩が幕府の処分内容を拒否することを黙認し、長州藩不死の官位復旧と長州藩復権への終戦を実行するという方針を示しました。1月23日付で木戸が龍馬に書き送った6箇条の内容はこの18日に決定した内容なんですね。1月20日長州に帰ることになった木戸の送別会が執り行われました。この時木戸は6箇条の内容を成文化して長州藩に持って帰りたいと考えたはずです。藩政府に報告した際に口頭のみの報告では信憑性に乏しく信用されない可能性が高いですよね。しかし薩摩藩側重役たちは木戸に押し切られて回答した体を取っているため成文化には抵抗がありました。このタイミングで龍馬が現れたのです。木戸にしてみればこの上ない幸運でした。通説ではその日に龍馬の終戦により六箇条が、つまり薩長同盟が成立したとされています。しかし18日の会談で六箇条のアウトラインは成立しており、龍馬の終戦により事態が進展した事実はなかったのです。龍馬が同盟結ばせたんじゃないの？事実として薩摩藩から派遣されて終戦活動はしていますが、脱藩浪人坂本龍馬のおかげで薩長が同盟したというのはやはり小説の世界の話だったんですね。一方木戸にとってみると口頭での約束だけでは極めて不都合であり、何としても六箇条の証明を欲していました。木戸は出発前の慌ただしい雰囲気の中で運よく居合わせた小松、西郷、龍馬の前で18日の会談で成立した内容を確認しながら話し、確固たる六箇条にしました。龍馬は長州藩では一部の人たちには薩摩藩士だと思われているので、生っ粋の薩摩藩士から承認を得られない中で最善の選択が龍馬を承認にすることだったのです。そして木戸から龍馬に送られた書簡に龍馬の裏書きが記されたことによって、名実ともに六箇条が成立したのでした。六箇条の内容がこちらになります。この六箇条の主なポイントは、長州藩が処分を受け入れないことを前提に、幕長戦争も視野に入れた薩摩藩による長州藩の復権を朝廷に終戦することを約束したもので、また幕長戦争が開始されても薩摩藩は中立を守って幕府側に立たないことも言外に示しています。全体として薩摩藩の規定方針からは外れておらず、久光から容易に自己承諾が得ることができる内容となっています。つまりこの六箇条は同盟盟約というほどのものではなく、島津久光の名代的存在の小松立脇と木戸孝允との間で取り交わされた覚書とするのが妥当で、しかし木戸にとっては小松木戸覚書は極めて重要であり、幕長戦争を遂行するための精神的な後ろ盾であり、これを成し遂げたことで木戸の長州藩内での政治的権限は大幅に拡大するんですね。一方で薩摩藩にとってはこの段階ではそれほどまでの重要性をこの
小松木戸覚書に見出してはいませんでした。しかしその後、薩長の実質的な融和への転換点だったと言えることから、この出来事が極めて意義深いものであったと、後から祭り上げられたというのが薩長同盟の実情と言えるでしょう。龍馬暗殺。1867年、慶応3年11月15日。坂本龍馬と中岡慎太郎は京都大宮で暗殺されます。実行犯は京都見回り組。それ以外を犯人と断定できる一次資料は全くありません。根拠は京都見回り組大使、今井信夫、渡辺篤の証言で、陣頭指揮は組頭佐々木忠三郎、あと世良敏郎という人物のこの4人が含まれていたことは確実なんですね。新選組犯行説。同年11月18日、伊藤貸太郎を暗殺した油工事事件が発生しますが、伊藤一派の残党、篠原泰之進が薩摩藩邸に逃げ込み難を逃れます。大久保利通らは土佐藩にも声をかけ、龍馬暗殺について彼らを尋問した結果、暗殺現場に残されていた遺留品の鞘が決め手となり、と言っても実は見回り組世良のものなんですけどね。新選組幹部原田佐之助が襲撃犯に加わっていたとの現地を得ます。しかしその証拠は推測レベルで、当初から不確実な情報のみで新選組の犯行と即断されてしまうのです。西郷黒幕説。薩摩藩西郷隆盛黒幕説が現在も言われておりますが、龍馬は慶応元年以降薩摩藩士として活動しており、土佐藩に復帰後も薩摩藩の意向に沿った終戦活動をしているので、薩摩藩が同志の龍馬を暗殺するはずがないんですね。龍馬は暗殺される数日前の慶応3年11月10日に桐野敏明に会って親しく会談していますが、桐野敏明といえば人斬り半次郎として恐れられたヤバいやつで、もし薩摩藩にその気があれば当に龍馬は暗殺されていたとしても不思議ではないでしょう。また実行犯今井信夫に対する西郷の甘い対応が西郷黒幕と言われてしまう一因ですが、今井が斬首を免除されて禁錮刑となったのは1870年明治3年6月の国事犯に対する官邸布告によるもので、またさらに明治5年にも恩赦があり、これは幕臣の大量恩赦の一環だったそうなんですね。考えてみたら龍馬暗殺後に戊辰戦争が起こりますが、たくさん捕虜や政治犯で捕まった幕臣も多かったんでしょうね。つまり西郷が今井を特別扱いしたわけではなかったということなのです。さていかがだったでしょうか。情報量が多すぎるのでかなり省略しましたが、私ゴン吉がこれは面白いなぁと思える部分を取り上げさせていただきました。動画を作っていて改めて感じたんですが、龍馬たちは薩摩藩の外郭団体なので明日をも知れない状況なんだなって感じました。脱藩の罪を許されても土佐藩に復帰したとも言えませんし、土佐藩の海援隊としての地位といってもこれも土佐藩外郭団体なわけですよ。私ゴン吉は派遣社員なので、なんだか悲しい状況がすげー身に染みてわかるなーって思っちゃいまして、皆さんはどうでしょうか。何か感じるところがありましたらぜひコメント欄で教えてください。優しい応援コメントお待ちしております。この動画が面白かったという方はいいねボタンと、あとスーパーサンクスで応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ただいまー。いつもの誰もいない俺の部屋ですよ。冒頭でも言いましたが、日本には結婚できない男性が340万人いるという現状なので、僕みたいに独身のおじさんは多いんですかね。単純計算でこの数字ですから、好みとか相性の問題で結婚できない男性はもっと多いはずだよな。じゃあ海外の女性と出会えたらいいんじゃないって思って調べてみたんですね。すると実はアメリカでも590万人、中国だと3350万人が男余りなんだそうです。ちょっと笑えない問題ですよね。やだ、生涯未婚のままってやだよ。今こそ龍馬先生、俺に嫁さんを修正してくれ。